皆様、こんばんは。本日は、廣木隆のマンデーナイトライブをご視聴いただき、ありがとうございます。本日、MC を務めます、南祐希です。どうぞよろしくお願いいたします。そして、廣木さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ここで皆様に1点お願いがございます。なるべく多くの方からのご質問にお答えするため、ご質問につきましては、お一人につき一つとさせていただきます。複数のご質問をいただいた場合は、最初のご質問に回答します。恐れ入りますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。さて、廣木さん、本当にここ最近はマスクをつけて歩くのも辛いぐらいの、暑さで、オリンピックでの気温も心配されていますね。いや、本当暑いですよね。もう、はい、犬がね、もう暑さに弱いんでね、フレンチブルドッグなんで、この暑さ対策が大変で、はい、まあ、もちろん、首に保冷剤をね、4つぐらい入れられる、この首巻きみたいなのを持ってるんですけど、はい、それとあと、こう、濡らして、メッシュになっていて、それを濡らして、こう、振ると、なんていうんですかね、ひんやりする、ポンチョみたいなのがあるんですけど、それを着せてですね、で、朝は、まあ、今5時ですね。まだ朝気温が涼しいのと、あと日陰が結構あるのですね。はい、あとはもう夕方はですね、日が暮れてからじゃないとやっぱりいけないということで、そういうところは大変ですけどもね、まあ、暑さ対策皆さんもお気をつけになっていただければと思います。そうですね。皆さんもくれぐれも熱中症にはお気をつけください。では、いただいた質問を見てまいりましょう。まずは、J クッキーさんから。高齢者のワクチン接種が進み、ワクチンパスポートを国内で利用すれば、経済は動き始めますが、その様子もなく、日本株はアメリカ株式の下落を受けて、余計に下落の状況。7月、8月の3万円復活は遠のき、11月の希望接種者完了以降の経済正常化を待つのではということです。そこまでかかんないかなっていう気はしてるんですけどもね。今日の展望とか、まあ、この間のレポートとかでも書いてますけども、やはりまあ、弱いには弱いですよね。アメリカ株はもう史上最高値圏にあって、それでちょっとまあ、利食いが入るって下がるとですね、それ以上に下がるというのは確かにその通りで、すごく弱っちい動きなんですけれども、ただこれ日経平均だけ見てると結構まあ違うかなって気がしてて、日経平均やっぱりその最近ね、半導体株の弱さもあって、それからで、電子部品なんかもあるので、アドバンテストとか、あとはその TDK とかそういう長さ株の影響を受けている。で、日経平均のこれまでの下げ、2月に3万円つけてから、ここまでちょうど4ヶ月ですけど、2月に3万円つけたのに2月16日が終値では高値かな。だからそこから今日まで4ヶ月ですけど、この間の下げ引っ張ってるのは、なんといってもファーストリテイリングだし、ソフトバンクグループという、こういうその日経平均に寄与度の高い銘柄、まあ、これだけで今回の下げ相当いってるんですよね。だからトピックスとか見ると、同じこの4ヶ月のトピックスの下げ下落率って 3% もいってないんですよ。なので日本株全体が弱いかっていうと実はそうじゃなくて、まあアメリカみたいに高値を追っていけないっていうところでは弱いのは弱いけど、でそこまで売られてるかっていうとそこまでは売られてないんでね、トピックスを、なんていうんですかね、変な言い方ですけど日経平均風に言うと高値から1000円ぐらい調整してるっていう、そんなイメージですよね。だからまあ、そこまでは、売られてないっていうことは、戻すときはまたすぐ戻すっていうことではあると思うんですね。なので、本当に鍵を握るのは、まあ今週から始まってきます決算ですね。で、まあこれ、まあ本当の主力どころが出てくるのは、オービック、それから日本電産のが水曜日なんで、で、木曜日からもう連休に入っちゃうんで、その結果が来週ですから、まあ来週から、まあこういった決算発表銘柄の動向次第では、僕はまあ8月にもう一度ね、3万円回復っていう期待は、
まだ薄らいではいないんじゃないかなとは思います。続いて皆さんから、オリンパス株、今後は期待できない銘柄でしょうか。先週買ったら大きく下がってしまいましたということです。いや、そんなことはなくて、オリンパスっていうのは、まあ、期間をどこで区切るかにもよりますけど、近年のトップパフォーマーの一つですよね。ちょっと前からやってる人は、ご記憶にあると思いますけども、不祥事をね、オリンパスを起こして、で、一時は上場廃止かみたいな話まで出たんですよね。それほどのその不祥事が、オリンパスありました。ただ、一方で持ってる技術、内視鏡の技術っていうのは、これ、世界シェア7割とかでしょ。まあ、僕も、大腸の検査とかしてますから、そういった時にオリンパスのカメラ内視鏡にねお世話になってるんで、やっぱりすごい技術、すごいテクノロジーですよね。で、そういうののおかげでやっぱり人の命どん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 これから大腸がんというのはもう本当にその早期発見が全てですから、まあ別にオリンパスの内視鏡は大腸がんだけじゃないんだけども、まあ、とにかく技術がすごいんだけど、会社のガバナンスとしてはそういうその不祥事を起こしてしまったりとかしてイマイチだったわけですね。で、それが今回そのバリューアクトからだったかな。要は、アクティビストから取締役を受け入れたんですよ、オリンパス。そっから株価はものすごい上がってって、今も、まあちょっと先週買ったら下がっちゃったと言われるかもしれませんが、ちょっと数年間のチャートでも見たら依然高値圏ですよね。なのでやっぱりもうこういうそのアクティビストとかにこう開いてですね、会社側もそうやって外部のそういう厳しい意見言ってくれるような取締役を受け入れてガバナンス改革をしようとしていると。で、こういうそのもともとすごい技術があってトップシェアを握っていて、それで会社のガバナンスが改善し、アクティビストのまあなんていうんですかね、要求っていうのと違うけど、そのアドバイスとかをいろいろこう取り入れながら、どうやってその株主に向き合えばいいかっていうふうなことをね、考えてる会社っていうのはもうダメな会社どころか、もう本当にいい会社ね、一つになってくるんじゃないかな、もうすでになってるんじゃないかなって気がしますよね。続いて豊洲ランナーさんから、アメリカブラックロックが日本株への投資判断をアンダーウェイトからニュートラルへ引き上げています。今後外国人投資家の日本株買いへ良い影響を与えるでしょうかということです。いや、もちろんもう世界最大の運用会社ですからね、まあ、そういったところの判断というのは少なからず他の投資家へ、まあ、ブラックロックが引き上げたからって言って本当は他のプロの運用会社も追随するとは思いませんが、逆にそういったところの見方がすごくこうポピュラーなんじゃないかっていうか、まあ、妥当な見方をしてるんじゃないかなと思います。すなわち今完全に出遅れてますが、これはやはりその世界の中でその日本の置かれてる状況がアジアっていうその地理的な要因で、今タイでもインドネシアでもひどいことになってますから感染が。ただそれでまあ当然日本もそのまた感染再拡大第4波って言ってるわけですけども、やっぱりレベル感が全然違うっていうことですよね。で、ただそういうそのアジアで一括りにされてるってことプラスオリンピックっていう特殊要因があって、本当に今回のコロナが今の日本の足を引っ張ってるのはもう言うまでもないことですね。ただ結局これまで見てきたと通り、やはり感染というのは波があるわけで、これまた第4波へ行くんですけど、結局またどっかで落ち着いてくると。で、今度の落ち着き方が全然違うのはワクチンの接種が進むってことですよね。確かに期待した以上はもう最初はもう全然ダメで、そこから意外にサクサク行くんだなと思ったら、やっぱ橋を外されちゃって供給不足だ、打ち手不足だっていうんでまた進まないと、供給見送りとか接種見送りとか予約キャンセルとか予約の受付停止とかってのが今相次いでる状況ですけども、全部が全部じゃなくて一部もその
進んでるところは進んでるんですよね。僕も4週間前に打ったモデルナのワクチン、今週末また打ちますから、僕が打ってるところは予定通り遂行してるんで、そういう意味ではその一般の人への、その高齢者だけじゃなくて一般の人へのワクチン接種も遅いかもしれないし、少ないかもしれないけど、少なくとも抗体はしなくて前には進んでるわけですね。そういう中で感染の波ですから、状況っていうのは前よりは全然良くなってる。で、今回の第4波だって、やっぱり重症者の例とかが少ないですから、これは高齢者のワクチン接種が進んだせいだと思うんですけども、だから病床の逼迫度合いとかが全然前回なんかとこれまでとは違いますから、その、本当にその、ひどい状況にはなってないわけですよね、本当は。だそういうようなのを冷静になって考えて、業績そのものに目を向けていくということになれば、今本当にバリエーションで海外株、欧米株に比べて安い位置にある日本株っていうのは、まあチャンスといえばチャンスだと。まあ本当にその、まあ、積極的に買わないまでも、もうこれ以上アンダーウェイトにする必要もないかなと。だから日経平均なんか見てても、その今日だって僕はもっと終わり値で500円安したっておかしくないところを、ザラバで500円安まで行って、結局は200日移動平均線まで戻してね、そこで止まってるっていうのは、まあまだ、意外にしっかりなのかなっていう気がしてるんですよね。だいたいこの2万7000台半ばぐらいまで試しに行って、そこがもう固まりつつあると思うんですよね。値頃感であり、それからバリエーションであり、もうこれ以上したってあんまないと思うので、まあ、一時的に突っ込むことはあったとしても、恒常的にここから下へっていう感じではないと思うんで、そういう意味ではブラックロックのニュートラルっていう判断は正しいと、誰もが思い、外国人の見直し買いにつながってくるんじゃないかなとは思います。続いて、アルファが大事さんから、接種率頭打ちのアメリカで、デルタ株の感染者が大幅に増加し、アメリカ株が軟調になった場合、それに引きずられて日経平均が今年の安値27,055円を下抜けるということはありそうですかということです。まあ、だから先ほど申し上げたんですが、一時的なその連れ安はあるかもしれないけれども、まあその今ね、やっぱり2万7000台で、まあ、大体ボトムだと見られていると思いますから、まあバリエーション的にも週間レの見通しで書いた通り、今でもこれで P13 倍とか PBR1.2 倍割れとか、そんな水準になってくると思うんで、ほぼほぼ底値だと思いますけどね。だからその史上最高値にいるアメリカが落ちたとしても、もう先に下にいる日本株はフルに釣れやすってことはそんなないと思います。続いてゆうすけさんから、ペントアップディマンドにより人材派遣、転職関連の業界も今後伸びるのではないかと期待しています。しかし AI やロボットの活躍による業界の縮小も懸念しています。人材サービス業界における今後の見通しについて見解をお聞かせくださいということです。まさにおっしゃる通りで、AI やロボットに基本的にそういった仕事は置き換わっていくわけですよね。ただまあその人材派遣といっても結局置き換わるのが、そのまあその今ご質問の趣旨はどっちかわからないんですけど、それは多分その今派遣で人を送っているその人が、例えばいろんなその金融機関に事務スタッフとかでたくさん人をその派遣さんとかね、送っているんだけど、そういうのがだん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 その RPA とかになっていって、変わっていくっていうのだから、結局そういう単純作業のニーズっていうのは減っていってると思うんですよね。減っていくと思うんですよ。だからそういう意味ではもう単純なその人をその右から左へ斡旋するような、そういう人材サービスっていうものの
規模そのものが多分長期的には縮小していくんだと思います。ただね、日本は遅いですよね、それはね。もっと早く進むかと思ったんだけど、全然遅いんですよね。まあ、ただ長期的なトレンドではそういったところでは間違いないと思います。続いて、シンさんから。アメリカの利上げに備え、今から米国債ベアファンドに投資をしようと思います。ひろきさんなら利上げに備え、どんなヘッジをかけようと思いますかということです。それはやめた方がいいですね。結局、債券ベアって、うまくいった試しがないんですよね。債券ベアってね、結局まあ今債券バブルがずっと続いてるんで、なんつったらいいのね、今の本当にこのニューノーマルの時代は債券が売られるとか本格的にね崩れて金利が上がるっていうことが起きにくい、世界経済社会の構造になっちゃってるんですよね。だから債券のベアファンドで儲かるってことはまずないですね。だからそれをやめた方がいい。だからアメリカの金利を上げっていうことと債券ベアっていうことがリンクしないんですよ。アメリカの利上げは、まあ、ほぼほぼ確実とししたとしても、まあ、これすら僕は確実とは思ってないんですけども、まあ、いつかやるでしょう。まあ、例えばこの間の FOMC が示した通り、2023年2回の利上げっていう、それが今メインシナリオになってると思うんですけども、それでアメリカの金利上がってますかって上がってないですよね。で、前回のアメリカの金融政策を見たって、2014年からテーパリングして、1月からテーパリングして、10月で終わってるんですけど、そのテーパリングの期間ってずっと長期金利下がってますからね。まあ、これはあちこちで書いてる。まあ、僕もレポートにも載せてる通りです。で、テーパリングが終わって、いよいよ2015年利上げだというような話にはなってるんで、でもそこから連続できずに、テーパリング終わってから1年かかったのかな、利上げまで。で、2015年にやっと1年、1回目できたと思ったら、次までまた1年かかって、で、段階的に利上げしていったっていう格好ですけど、この間、長期金利なんかほとんど上がんないですよね。で、むしろその2015年ぐらいから、だから上がり始めたのが2016年の半ばぐらいですかね、ボトム打ったのが。でそこからようやく緩やかに上がっていったんだけど、まあ、結局その後またご案内の通りですけれども、要はそのアメリカが金融緩和をやめる、それから金融政策を正常化するって言っても、別に金利はそんな上がりはしないんですよね。むしろ利上げによってその後の景気がどっかでその過熱が抑えられてしまう、長期金利はそっちを見に行きますから、短期金利っていうのは政策通りですけれども、長期金利の場合はもちろん先の金利なので、長い金利なので、利上げイコール金利上昇とはならないです。ですからそこをよくお考えになって、フェドの利上げに対してのヘッジは債券ベアファンドじゃ絶対ないっていうことですよね。だから一番簡単なのは、一番簡単なのっていうのはあり得るのは、やはりその超金融緩和で、バブルになっている部分のその、まあ、抑制ということですかね。だからそういう意味では、実際いざ利上げとか始まってくると、まあ、金とかが売られるんじゃないですかね、やっぱね。何もリスクのつかないものと、それから安全資産という、そういう2つの意味合いがあったとすると、利上げができる状況になったっていうのは、もうやっぱり危機モードを脱したという一つのサインだから、まあ、過度なその安全資産である金は、もう需要がそれでも落ちるだろうし、から実際金利が復活してくるとなると、利息を生まない金のような、現物資産というのは、ますます魅力が落ちるので、僕はアメリカの利上げだったら、むしろ金のベアの方がよっぽどいいんじゃないかなっていう気がしますけどもね。
続いて、まあ、コースです。あとは住宅、そっか、住宅ローンも長期金利に連動してるから、なのかな。そうですね。やっぱりちょっと金のペアぐらいしか思いつかないですかね。続いて、コースケさんから。水素トラックの開発をしているアメリカのニコラモーターですが、上場後、投資家への虚偽説明で急落し、安値圏で推移しています。事業内容は魅力的だと思いますが、ひろきさんはどうお考えでしょうか。購入を検討していますが、まだ実績がないので、ギャンブルでしょうかということです。まあ、ギャンブルっていうのはちょっと、まあ、言い過ぎですけども、まあ、こういうようなその新興の、ものにかけるっていうのは僕は悪くはないと思うんですよね。今のそのテクノロジーとか、そういうようなものは、新しいテクノロジーで世の中がだいぶ変わるようなチャンスのあるものに投資するのは悪くはないと。ただニコラの場合ちょっとその上場の仕方がスパックで買われてこう入ってきてっていうところがやはりその甘いですよね。結局上場審査とかまっとうに受けてないから、だからその虚偽報告みたいなことが起こるんで、だからその上場企業としてのその体裁が会社として整ってないんじゃないかっていう疑念はありますよね。スパック通じた、まあ、いわゆる裏口上場だから、ちゃんとしたその会社の体制についてのチェックがないまま上場しちゃってる、上場企業になっちゃってるというところがあるので、いくらその、夢を追うと、夢にかけると言っても、ちょっとそういう意味ではもうむちゃくちゃハイリスキーなんだろうなと思いますね。続いて不良中年さんから。今日で4日続落。TSMC 決算のたびに下落相場に入っていますね。ASML の決算もまた市場予想届かずで半導体メインで売られるのでしょうかねということです。まあ今ちょっと半導体逆風になってますけども、まあ結局のところ僕はここしかないので、売られてるときはもう半導体関連株はまあ買い場というスタンスでいいんじゃないかなと思います。続いて武藤さんから。ダウ先物が現在マイナス450とデルタ株感染拡大に伴う景気後退懸念で厳しい状況です。オリンピックが理由で売られている日本に新たな試練が加わりました。4日で1500円近く調整し、さらに下がるのであろう明日、あさっては打診買いのチャンスでしょうか。ここで買いでしょうかということです。そうですね。まあ、こういったところは買い場だろうとは思います。ということを、まあ、週刊展望でも書きましたけども、やはり、まあ、週後半に4連休控えてると、その、下がってもなかなか押し目買いが入りにくいんで、ずるずるいっちゃうとは思うんですけども、ただ、来週から日本決算発表だし、本格化するし、その前哨戦としての日本電産とか、オビックとかが、水曜日にありますから。で、ダウもですね、結局、そのデルタ株が、その、なんていうんですか、感染拡大で景気後退懸念で売られてるっていうのは、これ、いつもの通り、後付けの理由ですから、本当の理由じゃないと思うんですよね。で本当の理由って別に、これももう何遍も何万回も言ってますけど、誰にも分かんないから、株が動く理由は。だから適当なこと言って、それっぽく、みんな思えてしまうようなことを言うんだけど、本当はないんで売られてるかなんて分かったことではないと。特にそのデルタ株が急に増えてきて、景気後退懸念が出てきて、株が売られてるっていうのも、誰も証明のしようがないでしょ。で、この話のおかしいのは、そのデルタ株による感染再拡大って今始まった話なんですかって話。で別に今始まってるわけじゃなくて、この前からもうそういう状況ってずっと起きてて、ずっと言われてたけど、それでもダウって高値とか取ってるわけですよね。先週の金曜日だって、ザラバ中に史上最高値一回更新してるんですよね。だから、史上最高値圏にあり、しかも高値取ったもんだから、で、週末なんで、で、一旦利食い売りっていうのが入っただけの話ですよ。それが300ドル近く下げたっていうだけなんですよ。
で、まだアメリカオープンしてないでしょ、月曜日。で、この時間帯に動いてる先、ダウの先物なんて、何にもアメリカの、その、レギュラーマーケットの、動向に関係ないから、まあ僕、統計取ったわけじゃないけど、統計取ってみたらいいですよ。時間外で動いてるダウの先物と、実際その後のリアルタイムの、ダウがどういうその相関にあるか、まあ面白いから今度やってみようかなと思うんですけど、全然多分だってこんな時間日曜日の夜の、にダウの先物なんていじってるやつらは月曜日空いてきたマーケットの動きに簡単にかけされちゃうようなボリュームでしかやらないし、そういうような種類の トレーダーだから、何にも今晩空いてくるレギュラーマーケットのニューヨークの株価を示唆してませんから、まあ、まあ、あんまり過剰に心配することはないだろうと。まあ、ダウも要は高値をつけたんで、売られてる、調整してるっていうだけの話なので、またすぐ戻すと思いますよ。続いて、ゆめこさんから、半導体銘柄として、日本マイクロニクス、スクリーン、ディスコを保有していますが、どれも下げがきついです。このあたりの銘柄について見通しをお聞かせくださいということです。半導体関連はやっぱり厳しい、今ちょっと逆風が吹いてるって言ってまし、言いましたけども、まあ、その通りなんで、まあ、ここは耐えてくださいとしか言いようがないです。で、結局ここがこの需要っていうのは落ちないですから、あちこちいろんなところに、まあ、その相場ですから物色の流れが行きますけれども、この半導体の需要っていうのはもうこの先多分もう10年ぐらいはもう全く落ちないので、むしろもっともっと需要が多くなると、すなわち今もうテクノロジーが、もうこの間のコラムで書いた通り加速度的に進化してるんですよね。で、しかもそれはいろんなもののテクノロジーの融合が、コンバージェンスと言ったり、融合と言ったり、新結合と言ったり、いろんな言い方しますけども、あちこちでいろんなものがくっついてるわけです。例えば AI と 5G とかですね。そうなってくると、ますますこのテクノロジーの進化っていうのは加速していって、で、結局、そのテクノロジー自体はとんでもないところに行くわけですけれど、リアルの世界でそのテクノロジーを使って何かしますって言ったら、結局半導体がないと何もできないっていうことなんですよ。なので半導体のニーズっていうのはもう絶対落ちないので、半導体関連っていうのはもう本当に革新度の高い投資テーマであり続けていくだろうと思います。いや例えばじゃあ GAFA ですと、Apple、Amazon、Google、もうダメかとかいろいろ言われながらも結局ずっと来てるっていうのは、まあそういうようなものなんで、つまり半導体っていう産業はもう今の要はテクノロジーが加速度的に進化していくっていうことと、同じぐらいイコール半導体業界の活況っていうことなんで、当然あやがあって株価ですから逆風もあるんですけど、長期のトレンドとしては、間違いのないところだろうと思います。ただ、そういう中で持ってる銘柄が あんまりど真ん中の銘柄じゃないんで、少し、まあ、例えばエレクトロンにするとかですね、の方が間違いないと思うし、まあ、もうちょっと部材とか、の方に行ってもいいかなっていう。半導体質も本当に幅広いんで、例えばエビデンとか、新興電工とか。で、この間、ちょうど金曜日、日経プラス10で言ったんですけど、シバラメカトロニクスとか、あと工程のね、ボンディングのところとか。まあ、そういうようにちょっと散らしていくっていうのも手かなっていう気がします。続いて、マネ太郎さんから。似たようなご質問もありましたが、連休明けからお盆休みまでの間、決算期待で戻るでしょうか。オリパラがグダグダなのであまり期待はできないです。かといってこれ以上売り叩かれるのも考えにくい。選挙モードになるまでお休みでしょうかということです。
まあ、僕も決算に期待してて、まあ、今回の第一四半期の決算は、まあ、安川みたいなね、あんな情報収集がないとしても、そこそこ悪くない決算発表だと思うんですよね。まあ、何しろ昨年同期がすごいボトムですから、まあ、いい決算だと思いますので、戻るんじゃないかなとは思ってます。続いてすべすべヒップさんから、答えていただいて恐縮ですが、チャートを見ずに視聴者の銘柄の株の値動きまでほぼすべて予測できるほどチャートや企業業績などもインプットされているのでしょうかということです。そんなの全然入ってないですよ。だから分かる銘柄しか答えてなくて、分からない銘柄のご質問がいただいた場合、すいませんちょっと分かりませんっていうことも多々あります。続いて石ちゃんから、ワンちゃんもこんばんは。こんばんは。突破印刷が、あ、いらっしゃいますか、うん、突破印刷が面白い CM をやっていますね。巴川製糸所ももはや普通の紙の会社ではないですよね。それら以外で社名で損をしている企業をご存知でしたら教えてくださいという。いやいや、そんな面白い質問ですけど、まあ、コロナじゃないですか。コロナ、給湯器の。まあでも、まあそれは冗談として、突破が面白い CM やってるんですかね。どうかわからないけど、ただ突破はこの間も僕はウェブの方の、マーケットの羅針盤で書いたんですが、やっぱりちょっとなんかこう、パッとね、しないですよね。やっぱり昔のというか、要は印刷会社だから、取引先がすごい多いわけですよね。印刷物、いろんなものをこう印刷してもらうのにね。まあ、だからリクルートなんか典型ですけども、いろんなところと株の持ち合いやってて、その株の持ち合いが資本の効率性を阻んでるんだっていうね、だから日経に分析がありまして、まあ多分その通りなんだなと思うので、まあここから本当にその持ち合い解消を進めてですね、資本の効率性を追求していってもらいたいなと、まあ ROE をもうちょっと上げないことにはね、これじゃもうどうしようもならないっていうふうに思います。続いて、ガシン翔太さんから、日経レバが下がった時に買い増してきました。日経平均が3万円になるまでホールドしようと思っていましたが、最近の値動きを見ていると2万8500円や2万9000円の節目で少しずつ売却した方がいいのかなとも思っています。どう思われますかということです。まあ3万円は戻りますし、その上も全然あると思いますので、もうちょっと長い目でお持ちになっていただいた方がきっと報われると思います。続いてゆきさんから、日本株が低迷しており、やはりアメリカ株式への投資が得策のように感じます。そこで安定成長しているマイクロソフト株とビザ株の購入を検討しております。ひろき様の見解をお願いしますということです。もう、文句なしに推奨します。その通りでいいと思います。続いてプーさんから、オリックスの今後の見通しはいかがでしょうかということです。ちょっと、どうなんだろう。なんかあんまり冴えないような気がしますけどね。つまり、何で勝負するのかっていうところが分かんない会社になっちゃってるから、今ね。ただ株主優待はいいですよ。カタログみたいなものが来て、で、どれか選んでくださいみたいな。まあでも、ちょっとなんか株価的にはこう、どういう方向に、どういう企業になっていきたいのかっていうのはちょっと今一つ見えないんですよ。続いて F さんから、欧州株ですが、ASML と SAP はどうでしょうか。欧州株は面白みのないオールドエコノミー銘柄が多い印象なのですが、これから1年くらいでキャピタルゲインを期待できる銘柄はあるでしょうかということです。まあ、それはその2社でしょうね。まあ、なんつっても半導体製造装置と、それからあとは、SAP っていうのはこれ DAX の中で時価総額トップだと思うんですけど、まあ、なんといっても、そのソフトウェア、
の、超大手だし、やっぱりこれからのそのデジタル化とか、先ほどあったように、その人が機械に置き換わっていく中では、まあそういうソフトウェアがどん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 その人の仕事を代替していくっていう、まあそういう意味で、まさに時流の、会社だと思いますし、まああとはもう企業としてのガバナンスもすごいいいし、まあ、文句の、非の打ち、打ちどころ、非のつけようがない、会社だと思います。続いて BN1500 さんから、信越化学などの半導体関連が下がり続けています。今後の見通しを聞かせてくださいということであ、す。これ先ほど申し上げた通りなんで、もう半導体は、下がってる時こそ買続いてピースくん大好きさんから。います。ありがとうございます。いつもありがとうございます。デジタルアーツについて質問です。再び1万円台に戻る可能性はどのくらいありますか？また戻るとしたらいつくらいになると思いますか？ということです。やっぱり今すごくね、サイバーテロっていうものが、社会的にリスクとして、意識されてると思うんですよね。だから FRB なんかに、そのリスクは何ですかって聞くと、やっぱりサイバーテロですって真っ先に挙げてるじゃないですか、パウエル議長も。なので、でも本当にランサムウェアのその企業への攻撃とかもどんどんこう増えてますし、だからそのサイバーセキュリティに対する意識っていうのはすごい上がってると思うんですよね。それは何もそのサイバーテロとか、そういうレベルの高いものじゃなくて、こうデジタルアーツとかが手掛けてるようなセキュリティレベルだって、もっともっとやっぱりみんな意識がこう高まっていくはずですから、有望だと思いますし、株価もまた戻ってくれるんだと思います。で、特にやっぱりこういうその、まあ、高いグロース系のものがね、みんな売られてた環境っていうのは、一つにはアメリカの金利上昇っていうのがありましたが、それをもう一服したので、まあ、これからはもう一度、その、グロース株にお金が入ってくる局面だと思いますので、まあ、今申し上げた二つですね。ネットのセキュリティ環境に対する意識の高まりと、アメリカの金利一服によるグロース株の持ち直しで、戻す可能性というのは十分あると見ています。続いて MM さんから、下げている今、10年以上の長期保有で買おうと思います。次に上げる中でダメなものがあれば教えてくださいということです。トヨタ、東京エレクトロン、ソニーグループ、信越化学、ソフトバンクグループ、村田製作所、TDK、富士通、M3、キーエンス、KDDI、日本電産、この中でダメなものがあれば。ダメなものはないです。ダメなものはないです。全部いい、もう最高の銘柄選択だと思います。ただ一つ申し上げるのは、10年以上の長期投資っていうスタンスで買おうという、それはすごくいいですね。で、今選んだ銘柄もすごくいいです。ただ、こっから10年経つ間で、今僕はその銘柄について全部いいって言ったけど、悪くなる銘柄も出てくると思うんですよ。例えば、筆頭に上がったトヨタ自動車。いや、文句なしにいいですよね。日本を代表する、日本の時価総額トップの製造業で。これも本当にすごくいい会社。当たり前ですけどね。で、今、この間も株価、トヨタの株価1万円台つけたっていう。すごくいい。もう日経平均弱いけど、トヨタの株価なんて、まあ言ってみれば高値圏を維持してるということです。だけどね、こっから10年後トヨタがトヨタの今のままでいられるかっていうと保証は全然ないですから。で、例えば自動運転の世の中になったらどうなりますか？車、事故が起きない。この間から言ってるけど、酒飲んで小学校の列に突っ込んで、小学生が犠牲になっちゃった。人間が運転するから人間は弱いので、酒を飲んじゃう。ので、事故が起こる。飲酒運転の事故が後を絶たない。それから高齢者がアクセルとブレーキの間違いだから事故が起きる。だけど、機械が運転するようになったら事故起きませんから、でもそうなったら、
車壊れないわけですよね。事故とか起こんないから。で、どん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 そうなってくると、ライドシェアみたいになってきて、自分で車とか所有しなくたっていいやって話で、自分はもう外で酒飲んで、自動運転のライドシェア呼んで、それが家まで送ってくれるような。それからこの間も言ったんですけど、空飛ぶ車が、もう、技術的には何の問題もなくて、あとルールの整備だけってことになると、本当にそのビルからビル、別にその飛行場とかいりませんから、滑走路とかいらないんで、渋滞もないし、そういう意味でこれからの移動っていうのは、もう多分その今後10年でガラッと変わると思うんですよね。そうなった時に、本当にこれまでのように車作って売って儲けるっていう完成車メーカーのそのビジネスでいいのかっていう話ですよ。まあだからトヨタも全部その自動運転もやってるし、今言った空飛ぶ車も出資してますから、ウーバーエアが売った会社があるんですけど、そこへトヨタ出資してるんで、ちゃんとあっちこっち手は打ってる。だけど、それこそ今までのように、プリウス作って売ってとか、レクサス作って売ってとか、そうやって稼いでた自動車会社が、同じビジネスモデルでやれる保証ってのはどこにもない。環境もガラッと変わっちゃう。今後10年出てきますから。だから今言ったように、今の時点では全部いいと申し上げましたが、悪くなる会社も全然出てくる。ソニーだって全然盤石じゃない。いや、それこそ10年前のソニー見てたらわかるじゃないかって話で、結局あれだけいろいろ苦境があって、で、まあこれまで、平井さんになり、そして吉田さんになり、立て直してきたけど、ここからまた悪くならないの保証はどこにもないですから、今は、今挙げた銘柄、おっしゃった銘柄全部いいと、太鼓判を押しますが、10年先は分からないということを申し上げています。続いて、ピーマンの肉詰めさんから、明治ホールディングスの将来性をお話しください。お願いしますということです。健康ブームっていうのかな、なんていうのかな。例えばヨーグルトですよね。R1 ですよね。結局明治はですね。まあ、僕もヨーグルト食べてますけども、そういうブームって今すごく出てきてて。で、今もうこんなコロナだ、パンデミックだっていうの経験しちゃってるから、やっぱりなおさら健康に対する意識って高まっていくと思うんですよね。ただまあ、明治の R1 だけじゃないから、他にもいっぱいあるでしょ。ヨーグルトとかね、行くとね、カスピ海ヨーグルトとかいっぱいあるじゃないですか。だからまあ、R1 があるからどうのっていうわけにいかず、結局それを軸にもう一回 R1 のテコ入れで、やはりこう、売上率は悪くないんで、もうちょっとそれをこう高くしていく。っていう努力っていうんですかね、が必要じゃないかなっていう気がしますが、乳酸菌っていうもの、の、ブームっていうんですかね、これは多分もう一過性じゃなくて定常化していくと思うんで、まあ、そういう意味ではディフェンシブな、いい会社だなとは思います。では次のご質問で最後とさせていただきます。続いてのぞみんさんから、アメリカは金融引き締めも控えていますが、最高値更新の SP500 はこの先もずっと上がると考えておられますか？中長期ので考えるのならアメリカ株ではなく日本の繰り返し需要の方に期待し、日本の株に投資した方が良いと考えられますか？ご教授お願いしますということです。やっぱりなんだかんだでアメリカなので、世界の中心であり続けるし、経済の中心であり続けるし、利上げが控えるだからってそこは関係なくて、利上げ期間中も S&P500 ずっと上がってますから、で基本的には S&P500 ってずっと上がっているものなので、S&P500 を買ってください。インデックスファンド買ってください。それがもう、ベストの投資ですね。ただ一方で日本株ってのはすごくそのボラが高くてシクリカルで弱いんですけど、だから弱い時に買っておくとこうブワッと吹いたりするときに、まあいいリターンも取れるので、
で、今 S&P500 最高値じゃないですか。だからまあ結局その当然どっかで下がったり上がったりしますから。だからそういう意味じゃこう最高値で買って一回下がって戻るっていうと、まあ、効率も悪かったりしますので、まあ答えは S&P500 はもうとにかくコアで持ち続けるんですけど、まあ日本株こういう弱いタイミングの時にシクリカルで、買って、またペンタップディマンドで戻るっていうところをこう狙うっていうのも、それも手なので、お答えとしては両方買ってくださいということです。ありがとうございます。そろそろお時間ですので、ここで終了とさせていただきます。本日は、ひろきたかしのマンデーナイトライブをご視聴いただき、ありがとうございました。終了後にアンケート画面が表示されますので、アンケートへのご協力をお願い申し上げます。YouTube でご視聴のお客様は、動画下の説明欄にアンケートの URL を掲載しておりますので、URL をクリックいただき、ご回答ください。回答は22時頃で締め切りとさせていただきます。恐れ入りますが、ご了承のほどお願い申し上げます。なお、来週7月26日月曜日は、マンデーナイトライブお休みとなります。その次、次回は8月2日月曜日となります。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。